Here we go! 今度のマリオはパズルでバトル。パズル&ドラゴンズスーパーマリオブラザーズエディション。舞台はキノコ王国。クッパたちにさらわれたピーチ姫をパズルバトルで救い出せ。遊び方は簡単。同じ色のドロップを3つ以上揃えて敵に攻撃。ドロップは時間内なら好きなだけ動かすことができるので、落ち着いて操作しよう。冒険の前に一緒に戦う仲間を選び、ベストなチームを編成してみよう。リーダースキルはバトルの要。コースに合わせてリーダーを選ぼう。敵キャラクターを倒すと仲間になることも。リーダーとサブメンバーを選んだら、次はアシストキャラを選択しよう。アシストキャラはすれ違いで見つけた仲間やパズフレを連れていくことができる。リーダースキルとアシストスキルを上手に組み合わせ、効率よくバトルを進めよう。パズフレを増やすには通信でフレンドリーカードを交換しよう。自分のお気に入りのキャラクターはすれ違いアシストの登録から選べる。友達と積極的に交換して仲間を増やしていこう。森林、雲の上、砂漠、お化け屋敷などなど、バラエティ豊かなワールドに何度も挑戦して、アイテムや仲間を集め最強チームを編成。強敵やボスに立ち向かおう。キノピオの家では仲間キャラクターのパワーアップや変身など、冒険に欠かせない要素が盛りだくさん。仲間のキャラクターたちは特殊なアイテムを使うことで変身が可能。スキルやステータスも変わるので、仲間を変身させてバトルに備えよう。アイテムを使えばスキルのレベルもアップ。スキルレベルが上がれば発動までのターン数が短くなる。また覚醒スキルを持っている仲間にアイテムを使えば覚醒スキルが解放。バトル中にさまざまな効果を発揮する。覚醒させて仲間をパワーアップしよう。役立ちアイテムがもらえるハテナくじはコインを使って引いてみよう。何が当たるかは引いてからのお楽しみ。みんなで腕を競い合えるもう一つの遊び方、スコアアタック。3つのモードから難易度が選べ、自分に合ったバトルが楽しめる。冒険前の腕試しにもぴったり。フレンドリーカードを交換した相手とパズフレランキングでスコアを競い合おう。まだまだ続くマリオたちの大冒険。仲間とチームを組んで戦い、クッパ軍団を倒し、ピーチ姫とキノコ王国を救え。今度のマリオはパズルでバトル。パズル&ドラゴンズスーパーマリオブラザーズエディション、4月29日発売。早期購入特典は、任天堂 3DS シリーズのホームメニュー画面を着せ替えられるタマドラテーマダウンロード番号。1枚で3体のモンスター、ホルス、大会の歌姫セイレーン、巨獣イルミンスールが出揃う、パズドラ Z テイマーバトル V2 スペシャル限定チケット。ドロップリフレッシュの強力スキルカードが先行で登場。デカモリリンとタマドラのキュートなイラストのパズル&ドラゴンズトレーディングカードゲーム、
オリジナルプロモカード。さらに、今予約をすればタッチペンがついてくる。絶賛予約受付中。